管理棟三門と、石段水組場女郎塚河山工房大師堂は、広島県福山市津野町の河山にあるお堂、名水、当寺場。工房大師の湯あるいはターンに、河山工房大師とも呼ばれる。807年、工房大師が妙王院を開く時に庭下谷を訪れ、病に悩む、地域住民の救済のために火事祈祷を行い、 鈴の杖で火山の斜面の岩を突くと、そこから冷水が噴出するようになったと伝えられる。冷水は温泉水不放水として、近隣住民が数多く集まり利用するようになった。温泉水不放水のご利益を求める民のために、お堂や水汲み場、おこもり堂が整備され、1919年に入り物祭りが取り行われた。 1918年に発足したガザン工房大使、伊徳会が運営し、会員が交代で24時間365日、駐在している。ガザン工房大使伊徳会は、地域住民280世帯で構成される。お堂には、工房大使像が祀られる。信仰の場であるとともに、地域住民の集いの場にもなっている。2006年には、ガザン工房大使堂に迫る。 山火事があり、住民総出で3日間の消火活動を行った。2009年に宿泊施設と入浴施設が建て替えられた。備え広く軍師は1740年頃から30年間にわたって、福山藩士の宮原忠氏が執筆した全44冊からなる自筆広本で、ビンゴ地方の江戸時代からの歴史を語る上で外せない郷土資料である。 ガザン工房大師導は、大正時代の創設なので、江戸時代に編纂された、備え広く軍師に言及がないのは当然であるが、奈良時代から知られている、不法の水に関すると思われる記述もない。福山市の省や、馬屋原シュベ隊が表したビンゴ全域の地市、整備メイクの都の合村のページには、下記のような記載がある。庭から越南の大谷にあり、里ことわざに運、うん。 昔いつの日にやありけん、一人の山伏、女をこの山中に手切り、その刀を、この谷水に、洗いふ。叱るを里人見つけ大勢集まり、石骨目めにして、小石を持って舞い殺しぬ、税を山伏塚と伝府。その太ちを洗いし、谷水を人飲むときは、払いたす。その飛空海し、このところを通りたまい、この寄りを、聞きし。 立ち洗いより、南の小谷の岩石に家事して、冷水を出し、里人に教え示して曰く、和歌、人、立ち洗いの水を飲みて、腹痛せは、この水を飲む絵師、必ずその災いを免かる絵師と、夫よりこれの水を具放水という、整備名窟の合宗具ン放水、立ち洗い水山不静かより刀を洗った谷水というのは、河山工房大志道のすぐ横を流れる小田川と思われる。 現在、山伏塚というものは残っていないが、河山工房大指導から北に400メートルほど登った場所に、河山不動院の奥の院があり、その横に女郎塚というのが存在し、これが殺された女性の塚だと思われる。江戸後期の監視陣の患者さんが残した地市、福山資料の津の豪村のページには、下記のような記載がある。今岡長屋あたりへ、 長ゆく山中にありひと飲めば払いたすその南に、また冷水ありこれを飲めばその板たち待ち直すと、うん、福山資料津の豪村、毒水より1923年に編纂された、沼熊軍史では、以下のような記載がある。津の豪村に若山越えの南谷にあり、伝え言う、王子一人の山伏女を、この山中に切り、その刀を、この谷水で洗い布、洗ライ 里人その残虐を憎み、大勢にて追い詰め、石小詰めにして舞い殺しぬ、世を山伏塚という。また外に女郎塚もあり。その太ちを荒い火し、谷川の水を飲むに、たちまち腹板を起こし、里人いに用水に苦しむ。その日、空海商人草戸に留めすずしこのことを聞き譜を、京けて、遠村に来たり。この峠に登り杖にて、岩石を打ちかじしたまふに。 冷戦として湧き出す。商人里人に教えて曰く、立ち洗いの水に腹板を起こすときは、これの泉の水を飲むべし。必ずその災いを免れんと。以来この水を称して愚法水と呼びしが、大正8年頃より誰言うとなく、愚法水の利益各地に宣伝され、にわかに棒で人かかとを接してよじ落益絶えず、五道立ちか五道立ち。 露天出て、茂にぎやかを極むに至る、分析の結果ラジウム含有水になること判明せり。沼熊軍師 P75 から76が残ラジウム線、大正時代にお堂や小森堂が建てられ、露天が出るほどにぎわっていた様子がうかがえる。また女郎塚と山伏塚は別に存在することが、記されている。また、沼熊軍誌の p 7六から7七には、二種類の、 不放水が内務省大阪衛生試験所に送られ、それぞれ2.38マッヘ、4.16マッヘの放射能を持つラドン潜水であるという分析結果を得たことが記載されている。もともとは修行者を五右衛門風呂でもてなしたことが始まり。1960年代に伊藤会が旅館営業許可を得て宿泊所の運営を始めた。宿泊所は宿坊内市おこもりは 当時場とも呼ばれる。当時場としての創業は明治時代で大正時代に建て替えされている。2000年くらいまでは1週間ほど連泊する修行者がいたが、その後は家族や友人らと共に利用するケースが増えている。浴槽にはタンクに溜められた冷水が使用される。1日に40人ほどが利用していたが、建物の老朽化によって客足が遠のき、 2008年には1日に20から30人の利用となっていた。2008年12月から浴室と宿泊室を総工費3500万円で建て替え工事を実施し、2009年4月にリニューアルをオープンした。建て替え費用は寄付金と冷水の販売代金で賄った。2018年現在の当時場は木造平屋170平方メートル。宿泊客用に 和洋室を、計算部屋、食材を持ち込める調理場も備える。船室は単純弱放射能冷光線で、入湯設備や宿泊設備がある。工房大使ゆかりの隠れ湯として PR されている。山陽道福山サービスエリアと、河山工房大使道、左上は2009年の山林火災跡 国土地理院 CCG2101C16 から16をもとに作成石造りの水汲み場が設けられている。10リットルごとに冷水の販売がされ、まろやかな軟水として人気を集める。湧き水のことは少なくとも1200年前から知られていたが、名水として人気が高まったのは対象になってからで、あるが広島県内有数の名水とされる。 具法水はミネラル分が少ない軟水で炭酸イオンを適度に含みさっぱりとした喉越しで周期は全く存在しない筋肉痛やリウマチ神経痛アトピー性皮膚炎に効くほか胃腸に良いとされている施設には夜間の湧き水を蓄えるために容量2トンのタンクも備えられているおの道から水を汲みに20年間通う客もいる便が良くなり お茶を入れるのに使うと美味しいという。湧き水は枯れることはなく、1990年代の異常滑水の時にも、地区住民の生活を支えた。工房大使と湧き水にまつわる逸話は本県に限らず、全国各地で知られ、その数は1500件近く存在する。最も多いのが、奈良県と和歌山県で、双方とも140箇所ほどが伝えられる。広島県にも、 本県を含めて35カ所の、具峰水が存在する。逆に少ないのが、沖縄県と北海道はゼロとなっている。その大部分は、水不足に悩む地区であり、ため池の分布との類似性が指摘されている。具峰水とは、いわゆる特古水の一つである。湯水の名称として、具峰水の他には、工房清水、具峰井戸、大志の水、清水大志、お水大出へつき水、 三江の水、杖手清水、特古水、混合水、塩井戸、果樹水、赤水、すずり水、すずり水などが見られる。その多くが、本県のような産地や丘陵近くの湧水であり、平野部での井戸や崖からの湧水はほとんど含まれない。またその多くに、雌疾患、皮膚疾患、胃腸疾患の改善効果があるとなどの、薬水伝説を伴うものが多い。 流水の量は、毎秒1リットル以下の小規模のものが多く、水質面では、カルシウム濃度や塩分濃度、硫酸イオン濃度が高いなどの得意な特徴を持つ、湯水が多いことも知られる。以上より、具放水とされる湯水は、浅い地層の地下水ではなく、地底深い場所から流出する、深層地下水や温光泉の一種と考えられている。これらは、実際に、 工房大師によって見出された湧水ではなく、地区において重宝される貴重な湧水ないし、特徴的な湧水が水神信仰や工房大師信仰とすり合わされて、成立したものだと推測されている。ありがとうございます。